今までの成果はどうだったんですか、過去のというか。なかなか出ないみたいです。あ、はい、去年はテレビ局の、私も初めてなんですよ、担当するのね。ああ、はい。去年はテレビ局の取材、テレビ朝日さんとか、なんか2局ほどあったみたいですけどね。へえ。今日は地元の新聞、はい、東日報社の女性記者の方が取材参加されてみたいです。日の玉、日の玉。え、これわかんないですよ。その前に。うん、前は。前は、うん、2回ぐらい見たかったな。へえ、うん。私は今回初めて出るので。うん。うん。まあ、見れたらいいです。ただいまより、皆さんの登山の安全と火の玉を見ることができるように祈願して、登山囃子を演奏させていただきます。それではまずはじめに、登山囃子を お披露させていただきます。気をつけて。皆さんもその後押しで一つ怪我のないように、一つ楽しんでいきたい、そのように考えております。まあ、旧暦の7月の9日には山に登るなという昔の伝えがありまして、これはお釈迦様のお弟子さんが、本寺さんの八合目にある、お釈迦様のお墓に帰ってくると、こういうことで、この火の玉が見える人は話がありましたけれども、まあ、旧暦で、まあ、昔から、大体の仏台釈迦という名前、それから梵珠山という名前、その他に釈迦堂山、その他観音堂山、金付堂山とか、まあ、まさに信仰、山岳信仰のやはりメッカというふうに言われておりまして、奈良時代におそらく梵珠山という名前は名付けられたというふうに言われております。まあ、そのくらいこう山岳信仰の地域で修験者とかがやってきたということで、その寺屋敷跡というところに釈迦の墓がある。釈迦の墓というふうになるとちょっと眉毛をこう濡らしたくなるような感じもしますけれども、まあ、しかし、この旧暦の7月9日には、その釈迦の墓に、猿高僧が帰ってくるというところで、ご灯明と言いますかね、この辺では乙女と言いますけど、そういう発光現象が起こるということで言われております。これまた過去、まあ、23回でしたね。6回ですが、はい、そのくらい行われておりまして、当然その回数の中には全く見えない年はありますけれども、確実に見たという方も相当数あります。
まあ、そういうことで今日はまさにお盆の15日ということもありますので、ある意味絶好の機会かもしれませんので、ビッグチャンスになるかもしれません。凡事さんというのは、東照上人のまな弟子というのが、ここを開山したと言われています。ちなみに、ちらっとこの間ある報道の関係を見ましたら、お嬢様たちが来るところ薬草が多いと、多いからまたそのいろんな形の中で薬草をお殿様とかお偉い方々に提供して自分たちのお寺を作ってその基金をもらえるというふうなことも書いてありました。まあ、そういった流れ、非常に古い山でありますということで、今日はその火の玉というのはきっと出るでしょうということを記念してですね、皆さん期待して登ってですね、ただ失敗になるのは山の上はもっともっと寒いと思います。で、寒さに負けないようにして、降りてきたら風邪ひいたってことないようにして、それでみんなね、頑張って登ってください。今日は本当に火の玉関係、波岡大社に来ていただいて本当にありがとうございます。気をつけて登って、また下山も無事帰ってくれるようにお祈りしております。どうもご苦労様でした。これに向けまして、出発は午後10時を予定しております。山頂に着く前に、お釈迦様のお墓へ皆様で参拝いたします。8号目に参ります。その後、山頂に移りまして、山頂到着は午後11時の予定です。山頂到着後は、各自お座りになり、静かにして火の玉の出現をお待ちいただきます。山頂には2時間、下山開始時刻は午前1時の予定でございます。下山終了は午前2時を予定しております。下山いたしましたら夜食といたしまして、そうめんを準備してございますので、一応まあ領収書をご提示の上お召し上がりいただきたいと思います。その後は解散となりますので、気をつけてお帰り願いたいと思います。こっちの注意事項を続き申し上げたいと思いますけども、行動は全て夜間でございますので、団体行動ということでご注意願いたいと思います。夜間の行動で危険を伴いますので、単独行動は決して行わないようにお願いいたします。持ち物でございますけども、各自もう一度懐中電灯、敷物、まあ今日は雨具の心配はないと思いますけども、そういったことを確認お願いいたします。なお懐中電灯、敷物をお忘れの方はこちらも若干準備してございますので、観光協会役員の方にお申しいただければお貸しできます。やばいな。ほら、ミミズだ、ほら、お母さんのね。ミミズ見てればあるがいいね、羽根ミミズ。すいません。
続いてました。よいしょ。はい。よろしくお願いします。あ、消えた、また。バーベキューは分かる。ほら、なんか今。やばい。何の方？高堂山？右左どっちですか？左ね。どっちか。どっちか。すげえアバート。こっち方向にいるよ。じゃあ高堂山だった。左。え？右じゃないの？右じゃない？いや、これも左行ってもみんな行ってるから。左行きますか。自分最初の隅にそいつらがままで。ちょっと太るよ。